こんにちは、日野です。今回はヒューマンボディリバイバルの序の第4回目ということで、少しねまた健康についてお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、健康についてこうまとまってねお話しするのっていうのはあんまり今までなかったので、まあ、今回この機会にね少しそのプログラムの概要を含めて健康についてもお伝えしていこうと思っています。でこれ第4回目ということで、引き算の栄養と栄養学、引き算の栄養学ということについてお伝えしてみようと思います。で健康ということを考えるときに僕たちはですね、何を食べるかとか、どういう栄養を入れたらいいかとか、そしてどういうサプリメントを取ったらいいかっていうことを、まあ、意識的に考えると思うんですよね。でそれはそれで大事なことではあるんですけれども、本質はですね、健康の本質っていうのはそれ以前に考えなくちゃいけないことがあって、それが引き算の栄養学なんですね。つまりその何を食べるかとか、どういう栄養を取るかとか、どういうサプリメントを足していくかっていうのは、これ足し算の栄養学なんですけれども、そうではなく、その前段階として引き算の栄養学っていうのが必要なわけです。でそれはどういうことかっていうと、まずその引き算、体から引いていく、つまり体から余分なものを引いていく、出していく、毒素を排出する、これが一番ポイントになってくるわけですよ。で確か第1回目か最初の挨拶の時でも述べたように、どういうものを食べるかよりも先に出す必要があるということです。体の中から毒素を排出する必要があるということなんですね。毒素が体の中、まあ、特に腸内に溜まっている状態でどんなにいい栄養を取ったとしても、それは 100% ねうまく吸収されないわけです。だからまずその前に何を食べないか、何を体から出してしまうかということで、デトックス、毒素の排出、これが一番のポイントになってくるんですね。でじゃあそのためにどうすればいいかっていうことで、腸内菌のその素晴らしさっていうことを述べたり、あとプログラムの中では毒素を排出する、根こそぎ腸から毒素を排出する薬草っていうのもですね紹介してるんですね。これは何か、薬とかを使うものではなく、自然の薬草でできるということなんですけれども、そういったものも紹介しながらですね、まず自分の体から毒素を出すということをですねメインに述べていっています。でその次に足し算の栄養学っていうのをですね考えていく必要があるんですけども、これもそのただ単に栄養を足せばいいかっていうと、一番ポイントになってくるのがこれミネラルなんですね。答えを先に言ってしまうと、で例えばその野菜とかを選ぶときに、まあ、健康に気を使っている方であれば、例えば無農薬、無化学肥料のものを選ぶとか、化学肥料をできるだけ使ってないものを選ぶとか、そういうふうな選び方をすると思うんですけども、本当はですねそれだけでは不十分なんですね。何が大事かっていうと、その大地から今一番問題になっているのはミネラルっていうのが失われているっていうことなんですよ。ミネラル自体を含んだ野菜がもう少ないんですね。それはなぜかっていうと、土壌自体にもうミネラルが非常に少ないからなんですよ。でこれは、僕がお世話になっている熊本の水の子の上村会長がいらっしゃるんですけれども、まあ、この上村会長も長年有機野菜に取り組んできて、でおっしゃっていたことが、土壌からミネラルが今非常に少ないと、つまりミネラル不足の野菜っていうのが、溢れているっていうことをおっしゃってたんですね。で僕たちは野菜を食べて、まあ、そのいろんな栄養を取れてるっていうふうに思ってはいるんですけど、実は思っている以上にその野菜の栄養っていうのが取れてないわけです。特にミネラルっていうのが不足してるんですね、土壌から。だからそのミネラルっていうのを補うっていうのが本当に大事になってくるわけです。でそのミネラルっていうのがしっかり、まあ、野菜からあるいはこう栄養で取っていくことで、僕たちの健康、人体っていうのはより健康に近づいていくことができるんですね。だから、まあ、野菜にミネラルがたくさん含んだものを、まあ、できるだけ選ぶっていうのも大事なんですけど、今の時代さっき言ったように野菜自体にもうミネラルっていうのが非常に不足している。ですから僕がお世話になっているその水の子会の上村会長とか、それからビリーダンの三浦社長とか千葉さんとかはですね、そのミネラルっていうのが大事だっていうことで、ミネラルっていうのをね進めているわけです。で、まあ、いろんなミネラルがある中で、まあ、こちらの植物堆積構
堆積層から抽出したミネラルっていうのがあって、まあ、これが非常にこう人体においては吸収しやすいということで、まあ、いろんなこう鉱物系のミネラルとかがあるんですけども、その中でも植物性の堆積層、こう長年かけて堆積した植物の層がこう染み出してきたミネラル、それを抽出して取ることで僕たち の、その吸収力っていうのがすごくいいんですね。そのミネラル自体の、取ることで吸収力がすごくいいと。だからそれをしっかり取っていくことで、まあ、健康体になっていけるっていうものなんですけども、特にその上村会長がおっしゃっていたのは、その今まで体にこう痛みがね、こう節々に痛みがあったりしたのが、このミネラルを飲むようになって痛みがですね消えてしまったと。で、前よりも、年齢はねこう重ねてきたけれども、前よりもっと元気になったっていうことをおっしゃってたんですね。だから、まあ、不思議な作用というのか、まあ、ある意味体が元に戻っていくと思うんですけども、まあ、こういう一つの例として、ね、ミネラルっていうのをですねうまく活用していただくことで、より僕たちは健康体になっていけるっていうことをですね、思うわけです。で、実際にそのロジャー・ウィリアム博士っていう方がいらっしゃるんですけども、この方は、私たちはですね自分たちが食べたもの飲んだもの以外からは何一つ作られませんっていうことをねおっしゃってるんですね。ですから、僕たちが口にするものっていうのをですね何を選ぶかっていうのはねもう最も大事になってくるわけです。で、その口にするものっていうのは自分で選ぶことができるわけですよね。自分で選択することができるわけです。ですから、何を食べるかっていうことを考えていく上ではやっぱり知識っていうのがすごく大事になってくるんですね。で、その何を食べるかっていう前にさっき言ったように、何を、体からいかに出していくか、いかに余分なものを出すかっていうことで毒素排出、これもやり方、あるいはどういうものが毒素を排出してくれるのかっていうことを知っておく必要があるわけですよね。そして自分の体の中の浄化をした後に、じゃあそのミネラルとか含めて何を取っていくかっていうことをですね意識していく、そういうことをですねセミナー映像プログラムの中のセミナー映像では、まあ、ベース中核になるセミナー映像なんですけれども述べていっていますので、まあ、それで一通り理解していただけるのではないかなと思います。で、その後に、またですね、僕自身いろんな方の先生の学びを、まあ、今までしてきたっていうのもありますし、これから、まあ、特に今年からどんどんしていきますので、そういったことを、まあ、いろいろ融合させながらで、まあ、特に今回山田豊文先生ということを挙げてますけども、まあ、いろんな書籍も出されているんですけども、まあ、この山田豊文先生の学びとか、あと、その他いろんな方の学びっていうのもしていますので、そういったことを自分なりにこうまとめ上げて、そして、フィードバック、このプログラムの中でフィードバックしていければなと思っていますので、まあ、これは、コンテンツとしてもう今後僕自身がここに全て健康のことは注ぎ込んでいくというつもりでいますので、少しずつにはなりますけど、だんだんとコンテンツも増えて内容的にもですねもうトータル的な健康というものを見ていく上では、十分なものになっていくんじゃないかなと、まあ、そのように僕自身が作っていきますので楽しみにしていただければなと思います。ということで今回はね以上になります。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。